ジュドー・アーシタの活躍により、後に第一次ネオジオン戦争と呼ばれる戦いは終結した。戦争終結後、彼はルール化とともに木星へと旅立つことを決意していた。木星に行ったら 4,5 年は会えなくなるけど、ま、しっかりやれよ、ジュド。ああ、みんなも元気で。ねえ、あれ、あ、あれ、リーナじゃないの。リーナ。お兄ちゃん。リーナ、生きて、やっぱり。お兄ちゃん。リーナ、こいつ、大きくなってさ。宇宙世紀00089。木星に旅立とうとしていたジュドー・アーシタは妹リーナ・アーシタとの再会を果たした。ニュータイプと呼ばれた若者たちはそれぞれの道を歩み始めた。